畳セリングルームあの僕もね、あの日本人で生まれ育ちまして、よく思うんですが、京都の人はね、奥ゆかしい。あの物でもね、あの買うてくれとか、負けてくれとか、あのあんまりね、どぎっていうことを京都の人は言いません、ね、あのお店に行ってね、よく言われるのが、どうぞ見ていってくださいと、京都の人はね、あの多分他のね、京都の隣のなんとか風とかやったらね、もう、まあ、その辺は見てて、買う気もないんで、首根っこの、あのこと言ったら、大阪出身で、あ、大阪言うても、大阪出身で怒られますけれども、あの京都の人はね、奥ゆかしく入ってきて、むちゃくちゃ買う気の人でも、どうぞ見てを見ていって、あ、送れやすと、ね、言わはりますけども、でもね、畳に関しては、もうちょっとそれじゃあ、どんどん畳が減ってると。はい、いうことでね、もう畳を、もう増やすにはちょっとずうずうしくですね、畳を世界に売ろうと、アメリカのですね、音楽、ブルースに乗せて、畳を宣伝する歌を作りました。ぜひお聴きください。さあ、最後。Keep on going.